横井湘南の話、知ってる。幕末の日本でめちゃくちゃ影響力のあった思想家で、政治家だったんだ。彼は西洋の政治思想や経済学を学び、日本の近代化に大きく貢献したんだよ。特に富国強兵の思想は、日本の経済発展と軍事力の強化にめっちゃ貢献したんだ。横井湘南の話、日本の歴史を知る上で超重要だよね。彼の思想は、今の日本の基盤を作ったと言っても過言じゃないんだ。彼のような人がいたから、日本は近代国家として成長できたんだよ。